こんにちは、パラレル宇宙子です。今日は私がデザインしている現代に生きる魔女たちの洋服アルト・ザ・ドレス・オブ・モダン・ウィッチズの次回作ができるまでを少しだけお見せしたいと思います。今回私がデザインしているテーマは漆黒をまとう魔女たち。黒は何色にも染まらない、何者にも染まらぬ強さをまとうは明けの明星ただ一人。モーニングスターインザダークカラーパレット、ブラックコレクションは黒の美からインスピレーションを得ています。今ドローイングしているデザインは背中を見せるチュールドレス、袖口はディティールまでこだわってシックで上品なくるみボタンを、強さとたおやかな女性らしさを表現したいので肩のシルエットを美しくとんがらせたい。チュールドレスで気になっているのはボリュームを出したいスカートの切り替え部分、全体バランスを見て調整していきます。今回デザインした魔女服は全部で6着、何度もとわる調整したサンプルたちが上がってきました。こちらは先ほどのチュールドレスです。シックで上品な表現にしたかったので3種類の生地を使ってデザインしました。袖部分は肌触りのいいオーガンジー、スカートはチュールになっています。実物になってみるとイメージと違うところが出てきたりするので、パタンナーとベストな表現方法を何度も相談してきました。自分で試着してみてトワルに着せて、いろんな角度から最後の微調整をしていきます。背中を美しく見せるデザインを極めたい。背中の開き具合は絶妙にいい感じです。背中を見せたいのにリボンでそっと隠したい、いくつになっても愛おしい乙女の恥じらい。リボンの長さもちょうどいいです。全体のバランスを見て細かなディティールを調整していきます。チュールスカート、ボリュームを出すための切り返しもいい感じです。くるみボタンもシックで上品、イメージ通り。数センチにこだわっていた肩のとんがりと柔らかさも品のいい仕上がりです。チュールスカート部分はボリュームを出すだけじゃなく、動くたびに違った表情になる面白いデザインになるようにランダムに重ね縫いをしてもらった。変わったデザインにパタンナー君のブレーンもフル回転。さあ、バディを最高に美しく仕上げていこう。絶妙に美しいバランスを極めようと、ほんの数センチの差にこだわりが異常。どこをどうしたら気持ちいい美しさになるのか、頭の中のイメージと実物をすり合わせていく。寄ったり引いたり、ミクロとマクロを行き来して自分の中の正解を探求。お願いする最後の調整をどうするか決めていく。ゾーン入り中は食事も睡眠も忘れてしまう。集中力はちょっと異常です。魔女の洋服っておしゃれなものがなかなかない。日本だと安っぽいコスプレみたいなのとか、若すぎて趣味じゃないものとか、海外だと縫製や生地の品質は落ちるし、何よりサイズが大きすぎる。自分が着たいと思えるシックで大人、デザイン性も質も高い魔女ファッション、ないから作る。次はこの可愛いテキスタイル生地を使ってゴシックな修道女をイメージしたデザインを作りたい。このデザインも3つの生地をパッチワークのようにつないだ作品。
後ほどお見せしますが、スカートのデザインが唯一無二の個性的なデザインなので、全体のバランスを見て 1.5 センチだけハイウエストに。今回のデザインは女性の体のシルエットを美しく見せるパターンにこだわりました。このワンピースは男爵のような襟がアクセント、おしゃれで品のあるゴシック修道女。襟下とバストの上質なリッチブラック生地と胸から袖にかけてのテキスタイル生地の切り返し、ウィッチクラフトをする指先が美しく見えるよう手元までこだわりました。シックで品のある、おしゃれで個性的な大人の魔女らしいデザイン、何から何まで普通じゃない表現のオーダーにアタンナーも気が狂いそうです。前後にザクッと入れたプリーツは全体のバランスをとても計算していて、スカートのボトムの丈を前後で変えています。魔女らしく動くたびにミステリアスなシルエットとなるよう普通じゃないデザインに仕上げました。フロントは膝丈、バックはマントのようにふくらはぎを覆う丈に。自分で何度もフィッティングしながら絶妙に美しいバランスに仕上げました。普段コレクションなどのデザインもしているパタンナー君、府中子の変わったデザインも最高に素敵な形に仕立ててくれます。戦闘能力高すぎる。実際に魔女服を着た雰囲気やブラックコレクションの全貌は次の撮影現場で徐々にお見せできればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。